じゃあ、それでは、川で採集を始めたいと思います。まず、この流れているところ、早瀬とか、これはあんまり流れが速くないので、平瀬と言いますが、こういうところで採集する場合は、まず玉編みを、川の箇所にこう押し当てて、この上流側の石を撹乱します。そうすると、この石の下にあるいる生き物が網の中に流れて入っていきます。入ったなぁと思うと思ったら、これを上げて中を見てみます。お、鍋ブタムシの幼虫がたくさん入りましたね。これがガンボ、サワガニも入りましたね。これカメムシの仲間です。もうちょっとやってみたいと思います。お、今度は成虫が入りましたね。鍋ブタムシの成虫です。鍋の蓋みたいな形をしている可愛らしい水生昆虫です。これ幼虫ですね。鍋ブタムシ。鍋ブタムシ。たくさん取れましたね。他にはですね、この石や砂がたくさんありますが、実はこの中にも、ヒメドロムシというね、水生甲虫が隠れています。ですが、こういうね、玉網で取ると、ちっちゃすぎて網の目から抜けてしまったり、このたくさんの、ゴミの中から探さないといけないので、とても大変です。そういう虫を取るときには、こういう特殊な網を使いますね。洗濯ネットに、よいしょ。これ木の棒を2本入れているだけの、もう本当に簡単なものです。洗濯ネットに木の棒を2本入れて、こういうね、1枚の網にして使います。で、これを、川に対して垂直に立てて、ここさっきやったのにちょっと虫が少なそうですね。立てて、上流側を撹乱します。すると、先ほどと同じようにたくさんのゴミが流れてきますが、ちょっとこう斜めにするとね、ゴミだけ流れていきます。お、鍋ブタムシまた入りました。そうするとね、こうやってヒメドロムシというね、虫だけが、綺麗に網に捕まって簡単に見つけられます。見えますかね。これはキベリナガアシドロムシというね、立派な水生甲虫です。足が長くてね、すごくかっこいい虫ですね。それからこれ、ツヤヒメドロムシ。背面にね、オレンジ色の四つ紋がある綺麗なヒメドロムシです。鍋ブタムシの赤ちゃんもこうやって捕まっていますね。川で虫を捕るときには、こうやって、ゴミだけを流して、虫だけをネットに止まらせるというね、こういう技を使うと非常に効率的に採集することができます。飛び石。飛び石というものがありまして、このね、水際の水と、この水から出ている部分との境目にはね、オクテビウスという、セツジダルマガムシのグループが住んでいます。見てみましょうかね。いましたよ。見えるかな。これです。これはもう目で探すしかありません。これは長谷川ダルマガムシ。長谷川ダルマガムシ。ちょっと明るめのね、上流に生息しています。書いてあります。ここにもいますね。
これもそうですね。こう水から飛び出た石を舐め回すようにね、こう眺めていると、このような水生昆虫が見つかります。なんといってもね、川には両サイドに、植物が生えています。この根っこには、ゲンゴロウの仲間、それからガムシの仲間、水すましの仲間が隠れているので、手でね、ほぐしてあげます。足で蹴ったりして、こう追い出すようにして網で受けます。お、水すましが入りましたね。これ、オナガ水すましです。オナガ水すまし。流水性のね、河川の上流にいる水すましですね。ゲンゴロウがなかなか入ります。お、ここちょっといいかもしれない。こういう根っこをね、網に入れて、洗います。こういう時にね、手が濡れますが、こうね、めくったりせずに、しっかりもう、服ごと濡らしてあげてください。じゃないとね、この辺って切っちゃいますから、濡れても、このまんま、こうやって洗います。コシボソヤンマのヤゴですね。それから、これカバトンボのヤゴですね。お、これはね、ムナビロツヤドロムシという、ドロムシというね、ドロムシ科の水生昆虫です。水の中をね、鋭い爪で歩き回って生活しています。ですね。ゲンゴロウはあんまり流れがないところの方が好きなので、どこから行こうかな。ここがお湯に浸かってたら大チャンス。さあ、どうかな。お、いました、いました。モンキマメゲンゴロウ。流水性の綺麗なゲンゴロウですね。黄色い点々があります。モンキマメゲンゴロウ。お、たくさん入ってますね。ムナビロツヤドロムシも入ってますね。モンキマメゲンゴロウ。おったー、これです、これです。見せたかったのは、キボシツブゲンゴロウ。ね。これは日本にしかいない国宝級のゲンゴロウです。お、飛びましたね。こうやって短い足でピョンと跳ねて一瞬で視界から消えます。キボシツブゲンゴロウ。ちっちゃいですけどね、背面に、黄色い模様があってすごく美しいゲンゴロウです。最高ですね。キボシツブゲンゴロウ。あ、飛びました。よいしょ。